キムチ、唐辛子、ニンニクでパワーを持てキムチ大将だぞ。初めて、まっちゃん初のボケラーメン行ってみよう。はい、はい、よくあの YouTube で見てるわけね。キムチ、唐辛子、ニンニクでパワーをつけてよいしょ。キムチ、唐辛子、ニンニクでパワーを持てキムチ大将だぞ。どうですか。いや、まだね、ちょっと生の湯切りは見えてないんだけど私ちょうどね、うん、人間の声なんとなくは分かりましたこれは鶴橋の木そうですね。どうですか。美味しい。深みが何倍ないかって出ると思う。はい、ありがとうございます。うわ、あともお待たせしました。ありがとうございます。キムチ、唐辛子、ニンニクでパワーモーテーキムチ、唐辛子、ニンニクでじゃあ、ムケラーメンいただきたいと思います。あ、おせり系な感じですけど、それとも美味しいです。生ビール出た。ねえ、じゃあ、一口いただきます。このね、スープの残ってる感もどれやら、麺を食べた時のあっさり感もありますね。麺の高さも僕このぐらいの太さが好きで、固めが好きなんですよ。それからキムチと一緒にって言っていただいたの、キムチと一緒に。あれトッピングのマシマシでもう行きます。うまい。
ね、止まらない。麺がうまい。めちゃくちゃ麺とスープ美味しい。ベストマッチですね。これ。ニンニクを。2回目はニンニクとキムチとどうぞって忘れるんですね。あ、すいません。お願いします。ニンニクと。どうもお待たせしました。キムチ、唐辛子、ニンニクでパワーを持って。スープも超ご中断。ニンニクをいきました。松下。抹茶ニンニクといきました。もう麺、うん、じゃあお願いします。じゃあもう入れてもいいですかね。これで入れるペースに食べる。あ、入れるっすね、そのまま。はい、はい、うわ、片面うまそうですね。これは酢ラーメンいただきます。熱々の、うん、うまい。今日ね、ボケラーメンさん初めて来ました。 YouTube とかインスタ、TikTok とかでは結構拝見させていただいたんですけど、実際に自分が来たのは初めてでした。ボッケ忙しかったですね、今日。そうですね。ボケラーメンなんと結構僕思っとったより迫力がありました。皆さんもぜひね、マスターのキムチと一緒にどうぞと、ニンニク、キムチ、唐辛子と一緒にどうぞ、パワーをつけてを聞きにぜひ来てください。名物ボケラーメンですね。はい。